撮影会ただいまレクチャーが終わってこれから撮影会に行きます。はい、関さんは R5 でぜひ AI 来ちゃったね。メニューが違うな。あ、そうですね、新世代になってるとねかなり変わってきますよね。お楽しみにしてます、浩二さんの Vlog。 今日はどんな機材で100、400ですか。いや、200、600か、200、600か。お、それ70350、70350G でいく、うん、R5 をつけてガサスをしね、 R5、はい、R5 で、何それ、どういう付け方してるの。三脚座にこうやって、うん、でもこれちょっと重さ不安があるからこうやって支える感じで、うん、そうするとこうなんか低く構えたままでも、うん、とりあえずあのなんだろう、動画のこのボタンこうやって持ち替えなくてもできるんで、あのマーク2のいいところが、うん、あの常時 DMF できるじゃないですか、うん、だからあのたまになんか奥のリスにピント合わせたいのにチクショーとかいう時にこうやって持ってるとこのままこうやってやって、うん、ピントこう位置をずらせるので、うん、このクラスのものって修理っていうより買い替えですよね。追うのが大変だな。だいぶ距離は確かに1メートルまで寄れるし。足離れてるか。ついてる。でもすごいね。